お疲れさん。ダンジョン探索にトレジャーハント、たまにはああいう王道な趣向も悪くなかっただろう。やはりお前の仕業か。ずいぶん面倒なお遊びに付き合わせるぞ。少しは障害がないと君らだって楽しくないだろう。道化師ならではのお茶目なサービスとでも思ってほしいな。全然嬉しくありません。しかしあなた、結社などにいるような年には見えませんね。そのあたりはレンちゃんと同じような感じなのかしら。彼女と違って見た目通りの年じゃないけどね。そうそう、クロスベルの独立無効宣言は拝聴させてもらったよ。なかなか興味深かったけど、かなり茨の道じゃないかな。覚悟の上だ。たとえ茨の道であろうと、踏み越えなくてはならない時というものはある。まあいいか、クロスベルはどうなろうと僕の使命からは外れている。その意味ではとっとと撤退してもいいんだけど、最後にとっておきのショーを披露させてもらおうかな。これは現実、いえ特殊な異想空間の展開。魔術的な結界に取り込むつもりか。ここは足場が悪いから、もう少し広い場所に案内するよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、いざ尋常に勝負なんてね。とっておきのショーを見せてあげるよ。この勝負引くわけにはいかねえ。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。行くぜ。詳細データゲットです。やれやれ。やれやれ。世話が焼ける。ありがとう。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。俺の番だな。俺の番だな。行こうか。なんで？ああ、ここが勝機だ。ストライクヘブン。それ。私の番です。
行くぞ。負けるか、させるか、はぁ助け立ちします。開いた君たちにはかなわないよ。なんとかしないと。やれやれ、世話が焼けるね。サンクス。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。やあ。ありがとう。俺の番だな。俺の番だな。一気に行くぞ。オーケー、リーダー。ストライクヘブン。へえ、思ったよりもやるね。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。ご覧あれ。なかなか似合ってるよ。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。任せてくれ。
席替えをしようか。シャッフルシャッフル。おっしゃ。ほら。グラッツェ。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。任せてくれ。叶わないよ。やれやれ。さあ、席替えをしようか。シャッフルシャッフル。行くぜ。任せてくれ。よし。開いた。これはちょっとまずいかな。俺の番だ。そういうふうに始めるとするか。くらえ、ベルゼルガー。あれだ、登場しよう。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。僕のバカ。やれやれ、世話が焼けるね。ありがとう。よし、させるか。はあ。ご覧あれ。なかなか似合ってるよ。よし。よし。やっで。行くよ。ご覧あれ。なかなか似合ってるよ。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。行くぞ。
叶わないよ。僕の番か。エニグマ駆動。急げ。行くぜ。ご覧あれ。なかなか似合ってるよ。俺の番だな。俺の番だな。せい、あいた。さあ、とくとご覧あれ。なかなか似合ってるよ。はい。行くよ。それ。サンクス。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。おう。いいね。はい。席替えをしようか。シャッフルシャッフル。行くぜ。さあ、席替えをしようか。シャッフルシャッフル。行くぞ。行きます。ご覧あれ。なかなか似合ってるよ。よし、行くぞ。ラディ合点承知だ。やっぜー。バーニングレイジ。やるじゃないか。その程度じゃ俺たちは止められない。やっぱり慣れないことはあんまりするもんじゃないね。どうだ、僕たちの勝ちってことでいいのかな。依存はないよ。まあ鋼の聖女相手に勝てるとはとても思えないけど。余計なお世話だっつうの。これにて僕はクロスベルを去らせてもらうよ。人に作られし至宝の行方、本当はもう少し見届けたかったけど、帝国方面は忙しくなってきたからね。厳密な計画、今度は
帝国の方をめちゃくちゃにするつもりですか？すべては偉大なるマスターの意志によるもの。だが答えを出すのはいつだって運命の中にある人の子たちだ。それは君たちも同じだろ。何？答えを出す。運が良ければまた会おう。果たして君たちはどんな答えを出したのか、ぜひ聞かせておくれよ。最後まで思わせぶりなことを。私たちが答えを出す、一体何のことかしら。まあとりあえず金の共鳴を止めてしまおうか。そうだな。ランディ、手伝ってくれ。私もお手伝いします。上位三属性は相変わらず働いていますが、他の金との共鳴については解除できたようですね。これで塔の金を止めれば万事 OK ってわけだな。ああ、少なくとも金同士の共鳴は終わるはずだ。マイスターの話が本当ならクロスペル氏を包む結界も解除できるかもしれない。行こう、星見の塔へ。はい。オーケー、リーダー。